皆さんこんにちは。ミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は3月30日土曜日、聖書の箇所はヘブル人への手紙13章の9節から17節で、タイトルが救われた民が捧げる賛美と良い行いの生贄となっています。ヘブル人への手紙13章9節から17節。さまざまの異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの辱めを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。ヘブル人の手紙13章の9節から17節まで、この箇所には副題が2つ書かれていて、私たちの祭壇というのと神が喜ばれる生贄という、段落になっているんですけれども、おそらくその宗教的な儀式の中で何か私たちが救われるために何かを捧げたりとか、特別なものを食べなければいけないとか、特別なものを食べてはいけないとか、そういうふうなものというのはきっとその時代、その周辺の人たちの中には様々な形があったんだと思うんですね。でそれによってこうちょっと迷う人たちっていたかもしれないですね。私たちもなんか特別な祭壇を作らなければいけないのではないかとか、私たちも何かこう清められるために何か食べなければいけないのではないかとか、これは食べてはいけないのではないかとか、そういう思いで悩む人って結構いたのかもしれません。でそういうことに対して心配しないようにということが、ここで語られているわけですね。で罪のための、備え物としてはもうすでに主イエスキリストが捧げてくださったから大丈夫だぞとこう言うんですね。罪に対しての捧げ物に関して言えば全く心配ない、もうすでに私は何一つする必要はない、救いはイエスキリストが全部用意してくださったと。ただ私たちが生きていく中で、神と共に生きていく中で、神に対して感謝を捧げる、神に対して喜びのなんか表明をする、その言い方は大事だということがここで語られているんですね。でこう書いてあります。ですから私たちはキリストの恥ずかしみを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めていると。今この地上における生活が全てではない、やがて来たるべき神の御国が待っていると、
そしてそこに至る道ですけれど、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからですとあります。まあ、ここにあるその生贄という言葉ですけども、これは礼拝という言葉と同じなんですよね。ですから、具体的に神の国を求めて生きるというその生き方をしようとするとき、賛美を捧げるという、賛美を通して神を礼拝するという生き方、神に捧げるという表現がありますね。皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか、ね。神様に賛美を捧げること、まあ、礼拝、具体的に賛美という形での礼拝、まあ、これは祈りという形での礼拝も含まれているでしょうね。賛美も祈りを通しての賛美というのもあると思いますね。あるいは実際に音楽を通しての賛美というのもあると思います。それを神に捧げよう、それは神が喜んでくださる捧げ物だと、ね、神に対する礼拝、まあ、備え物だということですね。そしてまた同時に善を行うこと、これもまた神に対する礼拝の一つの形だと。善を行うこと、具体的に良いと思われる事柄ですね。兄弟愛をもって互いに愛し合うとか、旅人をもてなすとか、弱い人の立場に立って弱い人を助けるとか、あるいは不貧困を避けるとか、金銭を追い求めないとか、そういう良い行い、それらのことごとに心を止めながら生きていこうではないかと。それは神に対しての素晴らしい礼拝の姿勢だということですね。そしてまた同時に持ち物を人に分けることを怠ってはいけませんとこうある。自分の持っているものを分かち合っていく、これをどうぞと分かち合っていく。でイエス様の言葉の中に、もしこの小さなものに対して私の兄弟だというのでコップ一杯の水を提供したら、ね、決して忘れられることはないよとこう語られたわけですね。自分の持っているものを分けるという出来事、最近こんなことってあったでしょうかね。皆さんの具体的な生活の中で、なんかこう本当に神様のことに感謝を覚えて、神様に感謝を捧げる、イエス様ありがとうございます、イエス様感謝します、そういう時間を持ったことがあったでしょうか。あるいは具体的に、そうだ今日は具体的にこういう生き方をしてみよう、今日は一日こういうことに気をつけて生きていこう、そんな意識で一日一日を生きたことがあったでしょうか。あるいはまた、そうだこれがあの人に届けよう、そうだこの挨拶をあの人に送ろう、そんなふうに分かち合うという、つまり自分のためだけではなくて他の人の祝福を考えながら生きるということのために時間を取ったことがあったでしょうか。実はそれが神の国を目指す、あるいは神の国を歩む者の基本的な姿勢だとヘブル人の手紙を教えるのです。救われた民が捧げる賛美と良い行いの生贄というのが今日のタイトルですね。礼拝者としての生活、修道者といいますかね、としての生活、それは賛美と良い行いと分かち合いによって実践されていくべきものだと。結構はっきりしてますよね。そうするとね、自分のことだけ考える、自分が良ければそれで良いというわけではない、自分が恵まれればそれで良いというわけではない、自分がその聖書的にね知識を蓄えればそれで良いということじゃないんですよね。もちろんそれは大事なことではありますけれども、神様との関わりの中で賛美をすることで本当に喜びが心の中にあふれて、そして自分の生き方の中にこう姿勢を正す姿勢と分かち合いながら生きていこうという優しい姿勢、
それが育っていくとき、社会を変える生き方につながっていくのだと思います。ヘブル人への手紙13章の14節から読みますが、私たちはこの地上に永遠の都を持っているのでもなく、持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。神が何を喜ばれるかって書いてありますから、これやっていくしかないですよね、このことに心を向けてやっていくしかないですよ。そしてそのために備えられている指導者がいるのだということも最後に書かれていて、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさいとこうあるんですね。人の意見を聞きながら、教えられるということを大事にしながら慎み深く生きていくように、これすごく大事なバランスだと思いますね。そして互いが教え合っていくことが重要なことなのだと思います。そこに私たちの成長があり、そこに私たちの歩むべき形というのがあるように思います。一言お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちがどう生きていったらよいのかを教えてくださって感謝します。どうぞその線に沿って神の国を目指し、あるいは神の民としてしっかりと生きていくことができるように、礼拝者としての心がけをしっかり保ち、あなたの民としての役割を果たしながら生きていけるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。